仙台市交通局2000系電車は仙台市交通局が仙台市地下鉄の東西線用に導入した通勤系電車。2015年12月6日に開業した仙台市地下鉄東西線の運用車両である。トンネルの断面積が南北線と比べてに3程度と小さく小曲線半径や急勾配の区間を要する路線であるミニ地下鉄であるため駆動方式は 鉄輪式リニアモーターを採用している。運転方式は ATO によるワンマン運転での自動運転となり、駅では車両のドアとホームに設置されたホームドアの両方の開閉制御が行われる。東西線としてのデザインの理念や方向性を示すために策定された東西線デザインガイドラインにおける森の都仙台にふさわしい東西線としての個性を表現と身近な乗り物として 地域の人におやまれるデザインを具体化した自然との調和し、伊達の歴史を未来へつなぐデザインという車両デザインコンセプトをもとに仙台市内の高校生によるワークショップ等を経て2012年11月13日に仙台市が車両デザインを決定している。先頭車の前面は伊達正宗の兜との前立てをイメージした。 三日月のラインを表面仕上げとして配置しており、それを境に上部を平面、下部を局面とすることにより、前面の表情に変化を与えている。側面上部は空、川、海を表す青色のヘアラインを、側面中部の窓と扉の間は仙台市を流れる広瀬川の水を表す。青、森のとの、緑、街の賑わいや人の暖かさを表す。黄色と、 オレンジをドット状にランダムな順序で配置。このうち、片側の黄色とオレンジの数は、東西線の駅の数と同じ13個となっており、駅の数だけ賑わいがあることを表している。南北線と比較して車両が小さくなることに配慮し、中ずり広告スペースを設けず、車内空間の確保を目的に2棚を従来より、腰掛け中央の2席分の上部のみに削減したほか、窓を、 固定式にすることで壁を薄くした。そのため、車体外形では、南北線より3割ほど小さくなっているが、客室内は2割ほどの縮小に抑えられている。各乗降口の上部には、扉開閉ランプとドアチャイムのほか、乗降扉右側に17インチワイド、液晶モニターによる車内案内表示器を設置しており、行き先閉じ駅の案内を日、A、半、 中の4カ国語で表示するとともに、ピクトグラムによりエレベーターやエスカレーターなどの駅の設備の位置をアニメーション表示する。表示器は各扉の左側に一つずつ増設が可能となっている。上行ドアには線形と同様、楕円形の窓が採用された。ただし、本形式では、服装ガラスとなっている。前者には、 車椅子、ベビーカースペースが設置されており、設置された固定ベルトによって車椅子を固定することができるほか、縦すりが入った二段式の手すりが設置されている。座席は、片持ち支持方式とし、ドアガンの6人掛けと車端部の4人掛けとしている。座席モケットは、一般席を、打手の軍機の色であった青系を基調とし、優先席を赤紫として、 七夕飾りの吹き流しをイメージしたアクセントカラーを配置している。車内天井には冷房装置2機と補助送風機を設置しており、枕木と平行の横縞模様のルーバー状のデザインとし、客室化粧板は車単面と乗務員室の仕切り面はブラウン系、車内側面は膨張色である白系とすることで空間を広く見せる工夫が施されている。室内照明は、 LED 照明とし、環境負荷の低減を図っており、窓がすべて固定式のため強制換気装置を設置している。16メートル級片側3、扉車の4両編成の鉄輪式リニアモーター、車両である。最高運転速度は時速70キロメートルとしており、将来のご両化の際には2号車と3号車の間に、電動車を連結して追加することが可能である。車体は、 耐色アルミニウム合金製のダブルスキン構造であるが形材の接合にはレーザミグハイブリッド溶接と呼ばれる近畿車両独自の溶接方式を採用している。車体の表面をアルミ合金の自肌色を生かした無塗装ヘアライン仕上げとしシールによりカラーリングすることで維持管理での塗装工程をなくし環境負荷の低減を図っている。車両の断面積は 南北線路線系と比べて3割程度小さくなっているが、車内空間は2割程度の縮小に留めており、快適性を確保している。車両前面の全部標識灯は上部に、後部標識灯は下部に取り付けられており、両車とも LED 照明としている。また、車椅子の人が解除なしでも、乗降可能なように、ホームと車両床面の段差は1センチメートルとし、 ホームと車体との間の隙間は、ホーム側に可動性がある、ゴム板を設置して2から3センチメートル内に止めている。1号車の洗い方の制御電動車で、終電装置と補助電源装置と空気圧縮機を搭載した2100系。2号車での電動車で、制御装置と蓄電池を搭載した2200系。3号車での電動車で、制御装置と蓄電池を搭載した2400系。 4号車の八木山動物公園型の制御電動車で、終電装置と補助電源装置と空気圧縮機を搭載した2500型がある。すべての車両が電動車であり、各台車の下部にリニアモーターを搭載している。保安装置は ATG と ATO を装備しており、この2つを一体化した装置を1号車に ATG 装置のみを4号車に搭載している。また、 列車内の主要機器の制御と監視を集中的に行う車両情報管理装置を搭載しており、運転台からの立行、ブレーキ指令や口述する液晶式の表示装置からの空調の指令などを行う制御機能、機器の動作状況の監視や異常時での記録や様々な異常状態に応じた処置の案内を行うモニター機能、主要機器の全般検査、または 重要部検査レベルの検査を車上で試験が可能な車上検査機能を有している。制御装置は自己保護機能付きのイベット阻止による2レベル電圧型 PWM 制御インバータ制御であり、各台車に搭載されたリニアモータ2台を1機の VVVF インバータで制御する1軍構成とし、それを2軍搭載した制御装置により制御する。異常時には 軍単位での解放が可能としており、手動運転時には、運転台に設けられた低速ボタンを扱うことで、低速運転制御を行うことができる。主電動機は、車上一時片側式三照リニア誘導電動機が採用されており、1時間定格出力は1 3 5キロワットである。地上側のレールの間に付設されたリアクションプレートはアルミ製とし、 リニアモータとリアクションプレートの標準空撃は 12mm としている。また、リアクションプレート上の異物を排除できるように、車単速に排焼機を装備されており、戦闘車の戦闘側のリニアモータの排焼機には、陶器の積雪を排除することを考慮して、リニアモータ全幅をカバーできる大型ものを装備している。補助電源装置は、定格容量1 2十九馬の静止系インバータで、 先頭車に各1台搭載しており、1台が故障した時には受給電装置により故障側に延長給電する。出力電圧は参照、交流 200V と直流 100V で中間車に搭載された変圧器により交流 100V も供給している。ブレーキ方式は改正ブレーキ併用を荷重付き電気指令式空気ブレーキを採用しており、 常用ブレーキにおいては回生ブレーキを優先して、不足分のみを空気ブレーキで補足する。また、リニア地下鉄の回生ブレーキが車輪を使用しない、非粘着ブレーキである特性を活かすため、非常ブレーキの一部を回生ブレーキが負担することで、空気ブレーキの負担を抑えている。また、各車両には、ブレーキコントロールユニットと、ウェプは電空変換中継弁を装備しており、 運転室からのブレーキ指令と乗車率をもとに必要なブレーキ力を演算するとともに台車単位でのブレーキ制御を行うことで応答性を向上させている。他のリニア路線で実績のある構造を基本としながら東西線の特徴である急曲線と急勾配に対応するため曲線通過性能と基礎ブレーキの向上を図ったリニア毛沢動方式による模擬格、 電動リンク式ソーダ機構ボルスタ付き空気バネ台車の SC102 系動力台車を採用している。これは曲線通過性能の向上させる目的で国内のリニア地下鉄では初となるリンク式ソーダ台車であり、台車枠の上部に装備されたボルスタは、車体下部の台枠の枕両部分とは枕バネを介して、車体下部側面の台枠の側両部分とはボルスタ安価を介して、 前後に配置された輪軸とは、輪ク機構と軸箱を介してそれぞれ連結されている。曲線区間では、車体と台車の間で相対的なボギー変異が発生し、その変異を、テコの原理を使用した輪ク機構により、輪軸に伝達され、曲線内側の車軸の軸距を短く、曲線外側の車軸の軸距を長くして、車輪をレール方向に沿わせることにより、 車輪のアタック角を低減する。これにより、大圧の低減、車輪摩耗の低減による、保守性の向上、キシリオンなどの騒音低減による、車内快適性の向上を図っている。基礎ブレーキは、車軸に2枚のディスクブレーキを装備することで、ブレーキ力の向上を図り、57パーミルの勾配でも、基礎ブレーキにより停止することができる。また、 微小流領域を持つ空気バネの自動高さ、調整弁と左右の空気バネの圧力差を調整するサーツ弁に大荷重機能をつけたことにより、関東の低減部での和へ変動を抑制している。車輪は円弧コフミズラの片側ゴムサンド式防音車輪を採用しており、防音効果と車輪寿命の両立を図っている。ワンマン運転と駅での島式ホームに対応するため、 進行方向の右側に配置し、右側にワンハンドルマスコンと ATO 出発、押しボタンを、左側にレバーザ、列車無線、放送装置の操作機を配置している。正面には液晶式の表示装置を2面を設置しており、右側には ATC の車内信号式速度計、ブレーキシリンダーズ、ATO 時の立行ノッチの表示を、左側には各装置の稼働状況、 故障情報の表示、タッチパネル操作による各装置への動作指令機能をそれぞれ行うことができる。また、片側の表示装置が故障しても、もう片側の表示装置に両画面の情報を表示できるバックアップ機能を有している。二千十三年九月、第一編成の製造を開始し、二千十四年九月十八日に落成、九月十七日に大阪港から、 仙台港に到着し、29日より新い車両基地へ搬入開始。10月15日には報道機関向けに車両を公開。10月18日には市民向けの車両内覧会が開催され、10月20日より性能試験を開始した。2015年7月14日、最終車両が車両基地内へ搬入され、全15編成が揃った。二千三百型は、 将来的な増欠のため欠番となっている。ありがとうございます。